いつもお世話になってます、立花です。今回はコロちゃんのお家をクリスマス仕様にアレンジしたいと思います。現在のコロちゃんのお家は少し殺風景ですね。ファンの方からいただいた段ボールを開けるとクリスマスツリーの装飾品がたくさん入ってました。もう一つの箱の中には180センチを超える立派なクリスマスツリーが入ってました。組み立てるとそれはそれは立派なクリスマスツリーで、私の身長を大きく超えていきました。早速装飾をしていきたいと思います。クリスマスツリーに装飾をするのは小学生以来でしょうか。なんだか懐かしい気分になりますね。小学1年生の時にもらったクリスマスプレゼントは忘れもしない DS のマリオカートです。夜7時ぐらいですかね、父花さんが玄関のところに何か置いてあるよというので見に行ったらマリオカートが置いてありました。兄花さんは PSP と PSP のモンハンをもらっていた気がします。小学校1年生の時はサンタさんは存在するって思ってました。そして小学校2年生の時にもらったクリスマスプレゼントはドラゴンボール Z スカウターバトル体感カメハメハです。このプレゼントは祖母が買ってくれたらしくて、本人から私が買ったんだよと言われました。小学校2年生の時にサンタさんが存在しないということに気づかされました。小学校2年生の時にはまだコロちゃんは我が家に来ていません。私が小学校6年生の時に我が家に来たので今年で10回目のクリスマスです。ここまでノータッチだったんですけど、途中から母花さんが装飾を手伝ってくれています。母花さんのことをぐるぐる巻きにしようと思ったんですけど逃げられちゃいました。最後に一番上に星を取り付けてもらってクリスマスツリーの完成です。紫陽花のドライフラワーとしぼんでしまったお花の風船とも今日でお別れです。クリスマス仕様のガーランドを至る所に取り付けていきます。皆さんのお宅はクリスマスツリーを出しましたか？ぜひコメントで教えてください。あんなにも殺風景だったコロハウスが、あらー、なんということでしょう。クリスマス仕様に早変わり。180センチを超える立派なクリスマスツリーがコロハウスに花を持たせてくれました。この間100円ショップで購入したペット用テントもなんと飾り付けに役立ちました。これでコロちゃんに少しでもクリスマス気分を味わってもらえたらなと思います。コロちゃんへのクリスマスプレゼント何にしようか迷いますね。コロちゃん、お家がクリスマス仕様になったよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。クリスマスということで飾り付けをしたらコロハウスが一気に華やかになりましたね。コロちゃんへのクリスマスプレゼント何にしようか迷いますね。皆さんはどのようなものをプレゼントしますか？ぜひコメントで教えてください。お父さんはコロちゃんにどんなプレゼントをあげたいですか？お父さん